有頂天家族は、森見登義彦による日本の小説。森見作品の中で、逸を、毛深い子と呼ばれる。幻冬舎より2007年9月25日に刊行された。森見作品初の動物が主人公の小説。三部作となる予定の狸シリーズの第一部にあたる。2015年2月26日に第二部にあたる有頂天家族二代目の記帳が刊行された。巻末に第三部の予告がなされている。2013年にテレビアニメ化され、2017年に続編が放送された。2017年3月時点でシリーズ累計発行部数は55万部を記録している。千年の都、京都。ここでは古来より人に化けた狸と天狗が人間社会に紛れて暮らしていた。忠氏の森に住む狸の名門、下鴨家の父であり、狸界の棟梁、二世門でもあった宗一郎は、ある年の瀬に人間たちに狸鍋にされ帰らぬ狸となってしまった。残された下鴨四兄弟の三男で面白く生きるが、モットーの矢三郎は天狗の赤玉先生の世話をしつつ、弁天の美しさに惹かれ、恵比寿川家の金閣、銀閣と張り合うなど退屈する暇もない。長男、矢一郎は次期二世門を目指す。しかし、下鴨家は父を狸鍋にした金曜クラブに狙われる。父の死に秘められた真実が明らかになり、下鴨家の逆転劇が始まる。赤玉先生の後継ぎである二代目が英国から帰朝する。かつて赤玉先生と争い、敗れ去った二代目の登場に、狸たちもざわめく。矢一郎は南禅寺家主催の狸将棋大会を復活させ、将棋好きの南禅寺玉蘭と親しくなる。矢次郎は祖母の薬で化ける能力を取り戻し旅に出る。矢三郎は有馬温泉で恵比寿川早雲の最後を見届ける。恵比寿川家の長男、五一郎が帰還、下鴨家と和解するが、それは恐るべき陰謀であり、下鴨家は窮地に陥る。そして、ついに二代目と弁天の死力を尽くした決闘が始まった。担当声優で、断り書きのないものは、テレビアニメのキャスト。下鴨家下鴨神社、忠の森に暮らす、狸の名門。恵比寿川家下鴨家と並ぶ名門で、偽電気ブランの卸元。下鴨家とは、ライバル関係にある。その他の狸金曜、クラブその他の人間幻冬舎から発売。NHK-FM 放送のラジオドラマ、青春アドベンチャーにて、本放送は2008年11月3日から11月14日、再放送が2010年6月21日から6月25日、6月28日から7月2日の日程で放送された。全10回。タイトルは同じ、コミックバーズ2013年6月号より2015年5月号まで小説を原作とした漫画が連載された。全4巻。森見登義彦、岡田優、久米田浩二。2013年3月21日にテレビアニメ化が発表され、同年7月より9月まで、東京 MX、KBS 京都、サンテレビ他にて放送された。また、バンダイチャンネルでも通常放送分が配信された上、本放送の30分前である毎週日曜21時30分には、全話おさらいが配信された。久米田浩二が自分の作品以外のキャラクター原案を務めることや、広角機動隊、スタンドアローオンコンプレックスソリッドステートソサイティ、東のエデンで副監督を務めた吉原正幸がテレビアニメの監督を務めることは、それぞれ本作が初である。京都市、京都府、KBS 京都が協力としてクレジットされている。2013年12月、第17回文化庁。メディア芸術祭アニメーション部門で優秀賞を受賞した。2016年9月18日に京都国際漫画アニメフェア2016にて原作第2部のアニメ化となる第2期有頂天家族2の制作が発表された。2017年4月より6月まで放送された。2013年6月16日にはテレビアニメ第1話の先行上映イベントが南座で開催された。司会の岩崎和夫と南香織のほか、主要声優陣や原作者の森美、監督の吉原やプロデューサーの堀川が登壇した。南座でアニメ作品のイベントが開催されたのは、設立以来初のことである。なお、同劇場は一部の放送局では番組スポンサーとして名を連ねていた。2014年2月9日には、関東地区初のイベント、有頂天祭14が森のホール21で開催された。2014年9月21日には、弁天関係会の上映イベント、有頂天家族トーク&上映会、弁天セレクションが京都コンピュータ学院、京都駅前広大ホールで開催された。出演は、能登真美子、森美、昇義彦、吉原正幸監督、堀川賢二プロデューサー。2017年1月12日には、京都の下鴨神社にて、有頂天家族に成功祈願。下鴨神社、忠の森狸の集いが開催された。出演者は、櫻井孝宏、能登真美子、当日二代目役として発表された、真島篤、原作の森美、昇義彦、吉原正幸監督、堀川賢二プロデューサー、司会として、フリーアナウンサーの三崎智子。他に、門川対策京都市長も参加し、アニメ、有頂天家族を京都特別親善大使に任命した。劇中に、二世叡山電車が登場した縁から、叡山電鉄は2014年秋に、京都国際漫画、アニメフェアと連動する形で、鞍馬駅に展示保存されている、デナ21系のカットボディを使ったイベント企画や、記念乗車券発売、デオ720型を使ったラッピング電車など各種タイアップ企画を実施している。京都特別親善大使就任に伴い、面白きことは良きことなりキャンペーン第1弾として、叡山電車、有頂天家族号が運行する。期間は2017年2月1日から5月30日。第1期、第2期、7変化音楽劇有頂天家族のタイトルで、2014年1月16日から同月26日まで、本田劇場にて、同年2月8日に、京都劇場にて上演された。奇弁、走れメロスに続く、シリーズ第2弾である。企画制作を担当したアトリエダンカンが、京都劇場公演直前の2月1日付で、自己破産申請をしたが、公演は予定通り行われた。有頂天家族に関するカテゴリー。